Thank you.
ダブルゼータの圧倒的なパワー、それには敵の新型モビルスーツですらかなうことはなかった。でもその力に浮かれていた頃、実は大変なことが起こっていたんだ。エンドラのモビルスーツパイロットグレミー・トトがリーナを連れ去った。ちくしょう、妹、リーナを返せ。いても立ってもいられなかった俺は、ブライト艦長の制止を振り切って敵艦を追って単独アクシズに潜入した。そして一人の女の子と出会ったんだ。お兄ちゃん。え、お兄ちゃん、私を探しに来たんでしょ。私は LP ブル、よろしく。よろしくったって、君どこかで会ったっけ。もう忘れたの。え、悪いけど人違いだよ。俺は急いでるの。またね。ダメ、一緒にいるの。俺は妹を探しに来たの。邪魔するなよ。妹って、もしかしてあの子かな。リーナを知っているのか。いたような気がする。私が連れてってあげるよ。 LP プルー、リーナを知っているんだって。なんで俺はプルについていくことにしたんだ。でも着いた場所は大きな宮殿。こんなところにリーナがいるのか。そこで俺はあの人に会った。そう、ジオンの復興を目論むアクシズの黒い影、ハマーン・カーンだ。少年、そこで何をしている。いや、ごめんなさい、俺迷っちゃって。ここ広いもんね。少年、所属を名乗れ。どこだって言ってもわかんないんじゃないかな。スカンナ、その物言いは。やめろ、撃つな。あんた俺の所属が聞きたいんだろ。教えてやるよ。俺の所属はアーガマなの、わかった。待て少年、アーガマだと。結局アクシズがどうやら。でもそれは違っていた。ハマーンは地球に。どうやら
3。ダブルゼでもエンドいてもそして私を探しに来たんでしょ。よろしく。俺は急いで。ダメ。俺は妹。妹ってリナを知っていたような気がする。LP プル。リナを知っているんだって。なんで俺そこで俺は少年いや
少年。どこだって。スカンナ。やめろ。教えてやるよ。待て、少年。結局どうやら。でもそれは違っていた。どうやら。エルピープル、お前の敵はガンダムだ。ガンダム。そうだ、ガンダムこそお前の倒すべき敵だ。そしてガンダムのパイロットはジュドー・アーシタ。ジュドー・アーシタ。ジュドーは私のお兄ちゃん。違う、ジュドーは敵だ。憎むべき相手。目を覚ませ、エルピープル。迂闊に前に出るから。
起動。これ以上やらせるか。いただき。Yeah!
その気ならば遠慮しない。このくらい、この程度の敵なら。見つけた。落としてみせる。逃がすものか。後悔させてやるぞ。やれるとは言えないけど、やるしかないんだ。落ちろ。まだだ、まだ私は倒れん。栄光あるネオジオンの兵士たちよ、かつて我々を暗黒の世界に押しやった者どもは、今我々の足元に愚かなる人間どもに思い知らせる時が来たのだ。今や地中圏は我々ネオジオンのものだと。機は熟した。共に戦おう。ネオジオンのために、ネオジオンの栄光のために。手並みを見せてもらおうか。
待っていたぞ。早い、強いぞこいつは。Thank you.
いける。いただき。この力、一体。Thank you.